アルフォンゾ・マッサンバ・デバ・アルフォンセ・マサンバ・デバは、今後共和国の政治家、同国大統領を務めた。今後共和国は独立後、フルベール・ユー・ルー政権の下で、南部自由し、北部の礼遇が続き、政権は腐敗した。これに対し、北部人を主体として、反政権デモが拡大し、1963年8月、軍部もユー・ルーを見放して政権は崩壊。ユー・ルー自後、 有流政権の元閣僚であるマサンバ・デバが臨時政府の主犯となり大統領に選出された。マサンバ・イコールデバ政権は穏健な社会主義を掲げ、反フランス、反資本主義路線を取った。共産主義者やサファ民兵組織は当初、マサンバ・デバを支える立場にあった。マサンバ・イコールデバは革命国民運動を結成し、一党体制を築いた。しかし、 MNR の若年層の一部は、キューバ支援により、民兵を組織し、過激化した。このことは、マサンバデバ政権の支持者に亀裂をもたらし、民兵の代表アンブローズ・ヌマザレイ首相は、大統領との対立を激化させた。マサンバイ・コールデバは、ヌマザレイを首相から解任し、サ派ハからの攻撃を受ける一方、軍部のマリアン・グアビ隊員とも対立を深めて、孤立化した。 1968年8月、マサンバデバは、クーデター容疑でングアビを逮捕するが、逆に兵士の反乱で釈放を強要され、ングアビが実権を掌握した。マサンバイコールデバは大統領を辞任した。ングアビ暗殺事件の際、マサンバデバは暗殺への関与を疑われ、処刑された。ありがとうございます。